朝日です。今日はですね、最近使っているバスアイテムをご紹介していこうと思います。なんかサムネイルの画像を風呂場で撮っていたらね、いい感じでハマってしまったので、今日はねここからお送りしたいと思います。いろいろあるんですけれども、今日はお風呂場に置いてあるクレンジングから紹介していきたいと思います。それがこちらですね、ソルパスのジェントルクレンジングオイル EX でございます。これはね、韓国に行った時に買ったものなんだけど、ソルパスはね、スキンケア含めいろいろね、韓国だったらちょっとハイブランドでどれもすごく評判がいいものばかりなんですけれども、その中でも韓国人の友達がおすすめしてくれたのがこちらのねクレンジングオイルなんですよね。で、香りもね、ソルパスって落ち着き感のあるハーブっぽい感じの香りなんだけど、香りもとてもいいですし、本当に名前の通りジェントル、優しく取ってくれる感じ。マスカラとかがねスルッと綺麗にっていう感じではないんですけれども、洗い上がりも突っ張らずにすごくこうもちっとした感じで仕上がるので、しかもソルパスの中でもねお値段もお手頃価格の商品なので、これはねまた韓国行った時に買いたいなと思ってるものですね。使用感もとても気に入ってます。まあ、ポイントリムーバー使っていればこれだけでも全然綺麗になると思うんですけど、若干ちょっと残ってるかなっていう感じがあるので、私はこれに合わせて、洗顔も使います。洗顔はこちらですね、カバーマークのミネラルウォッシュです。こちらね最近新しく変えたんだけど、これとっても好きですね。しかもねこれ面白いでしょ、これスポンジがね付属で付いてるんですよ。でちょっとねここに切れ目が入っていて、このチューブのところにこんな感じで引っかかるようになってるの。これ斬新だよね。なんか今までだったらさ、もこもこ泡を立てるネットがあると思うんだけど、私も持ってはいるけれども、なんかこう引っ掛けるところが必要だったりとか、結局なんかね私遠のいちゃって、だからねこういうのがあるとねもう絶対的に使うじゃん、ここに置いてあったら。しかも水切りもさここでちゃんとできてるっていう、すごいいいよねこれ。これに軽くね水を湿らせてから、こちらのねクレンジングフォームをちょっとつけてコロコロコローって転がしておくと、ちょっとねモコモコモコって泡が立ってくるので、その後にキューってね絞り出す感じやると、もう本当に食器用洗剤だよね。食器洗う時に泡が立ってくれるような感じになるの でちゃんと洗顔フォームなので、すごくキメも細かい感じの泡が出てくるので、それをねこうかき集めて洗うっていう感じですね。スポンジがついてる斬新さもそうなんですけれども、これ自体もねクレイのフォームなので、若干ねグレーっぽい感じのカラーをしていて、でクレイの力でその汚れを吸着してくれるっていうことなんですけども、これもねその仕上がりももっちりしているし、泡もすごいキメ細かいし、すごい最近お気に入りの洗顔料ですね。顔を洗ったら次に髪の毛ですね。髪の毛はね最近青毛がね、いやもともとすごいんだよ、もともとすごいんだけどさらにすごくって、今ちょっとだいぶまとめ術で抑えてるからないですけど もうすっごいの、抜け毛もすごいの。もともとねよく毛は抜けるなと思ってたんだけど、だからそんなに気にしてもなかったんだけど、これって結構異常かもっていうことに最近気づいて、最近は新たに美容室でちゃんとしたシャンプーをゲットして、アホ毛撲滅キャンペーンをねこう私の中で始めたんですよ。ちょっとね髪の毛に力入れてます最近。でそのために買ったのがですねこちらです。もう頑張るために一番大きいねこの業務用のサイズを買ったんですけれども、ミルボンのオージュやグローシブっていうタイプのシャンプーを購入しました。でこのオージュっていうのが美容室でしか購入できないシャンプーなんですけども、まあきっとねオージュ使っているサロンに行ってる方も多いかなと思うんだけど、本当にねいろいろ種類があるんですよ。でその中でもこれは抜け毛とか結構スカルプケアに強化しているもので、最近はねこれを使い出しております。これで7900円ですね。香りもねお花のいい香りがして、とっても泡立ちもいいし、気持ち本当に気持ちスーッとする感じの爽快感があります。爽快感があったとしてもその乾燥する感じではないやつね。で何年か前に私オージュアの赤いパッケージのものを使っていて、それは本当に髪の毛をしっとりさせるっていう、この髪の毛向けっていう感じなんだけど、で美容室行った時に美容師さんにね何使ってるんですかって聞いたんだけど、大体みんな頭皮向けのオージュアのシャンプーを使ってるんですよね。美容師さんは知ってるわけですよ、頭皮がいかに大切かっていうこと。頭皮を生まれ変わらせれれば髪の毛も生まれ変わらせれる。
っていうところでね、私はねその言葉を信じてこれを最近使ってます。でこれと合わせて、トリートメントも買いました。トリートメントも同じオージュアのグローシブっていうタイプのこちらのねスカルプマスクというものなんですけれども、これもねすごく便利で、髪の毛のトリートメントとしても使えるし、頭皮にもつけることができて、さらにこう揉み込んでマッサージとかもできるんですよね。で中はねこんな感じ、まあ普通のトリートメントですね。でこのね上のところにスパチュラをねこんな感じで置けるスペースもついてるんですよ。これもめちゃくちゃ便利、中も衛生的かなと思います。で私はシャンプーはすっごい勢いで減るんだけど、トリートメントってあんまり減らないので、こっちに関しては一番小さいね 250g 4500円のやつを使ってます。いやもう本当にねこのアホ毛をどうにかしたい、どうにかしたい。だからサプリとかもねこう飲んだりとかしてるんですけども、まあそれはねまた別の動画で説明しようかなと思うんだけど、次はねボディーソープ。ボディーソープはこちらです。ザ・パブリックオーガニックのスーパーリフレッシュボディーソープです。こちらが精油が入っているボディーソープで、オレンジとユーカリの精油の爽やかな柑橘調の香りということで、ほんと香りねいい香りなんだよね。ユーカリの方が強いかもしれない。森林浴をしているような感じでボディーが体を洗うことができます。さっぱりとした使用感なので、乾燥するのかなと思うんだけど、そこまででもないのはやっぱりねこの精油が入ってるからなのかなと思ったりするんだけど、まあでもすごいしっとりタイプのボディーソープと比べたらさっぱりした感じかな。まあ夏の方が向いてるかもしれないな、これ使うんだったら。でシャワーだけで済ませる時もあるんですけれども、ゆったりと湯船にね使ってリフレッシュしたいっていう時もあるので、そういった時にバスタブに入れているものとして、アイハーブで購入したシーミネラルズのミネラルバスフロムザデッドシーってやつですね。死海の塩のバスソルトっていうことだと思うんですけれども、本当にこれを入れると汗もね出てくるし、こう時間が経ってもお風呂から出た後も体がねポカポカした感じでいられます。で変な香りとかはついていないので、これだけで入る時もあれば、こう香りをつけてリラックスしたい時はこれにアロマオイルを垂らしたりすることもできます。コスパもいい方なのじゃないかなと思います。でバスソルトを使う時もあれば、こちらのね薬用ホットタブ重炭酸油というものも使う時もあります。ゆっくりじわじわっと炭酸が発生して溶けていって、毛穴を通して体に入っていって、で毛細血管を拡張させてポカポカさせるっていうようなね構造、これもね本当に温まりますね。あのアマゾンとかで買えるのでこっちの方が買いやすいかも。でこんな感じで大きいねタブレットが入っているので、これを確か3錠なんだけど、私は2錠とかにしてますね。映画見たりとか本読んだりとかリラックスしたりする感じで、こんな感じで入っています。超気持ちいいんだよね、やっぱり湯船って気持ちいいよね、日本人だなって思う。ほんと体がポッカポカになりますし、まあ、他にもね腰痛疲労回復、冷え性、神経痛、リウマチだったりとかね、他にもニキビ、赤毛だったりとか、本当に温泉だよね、温泉の効果。それをねご家庭でできるっていうのでね、プレゼントとかにもいいかなと思います。あとタブレットなので旅行の時とかも持ってきるっていうのもいいですよね。何か香りをつけたい時はこちらアロマセラピーアソシエイトのバスオイルを入れています。これもね何年か前のクリスマスプレゼント交換で新舘美香ちゃんからもらったやつを、もうね気に入りすぎてチビチビ使ってるんですけれども、こんな感じで小さい種類のいろいろなバスオイルが入っているので、絶妙な調合されたアロマオイルでして、もう本当にどれもいい香りで、ストレスが溜まった時に使うよとか、朝起きた時に使うよとか、こうちゃんとね用途もこう書いてあるので、その時の気分によってこう使い分けて使ってます。いろいろ話すとやっぱ長くなっちゃうね。でまあそれで大体終わりなんですけども、最後最近は乾燥するのでボディオイルとローションを使っています。それがこちらですね。こちらもアイハーブで購入したものなんですけれども、ナウのアーモンドオイル 100% ピュアモイスチャライジングオイルを、まず体がねまだ濡れている段階でちょっと水気を切って、これをね手に出して全身に塗ります。でこれはね髪の毛にも顔にもつけれるものなので、髪の毛にはなんかつけたことなかったな、ちょっと今度やってみよう。これ結構使ってるのにねやっぱ全然減らない、もうすごいよ。 473ml 入ってるのでかなりコスパもこれもいいですね。その後に最後にまたとどめの保湿っていうことで、
アビーノのデイリーモイスチャライジングローション、こちらを体全身に塗っております。ちょっとねこういう固めのテクスチャーなんですけれども、肌にスーっての伸びてくれるので、これのおかげでね今んとこ体がかゆかゆになってないです。もう毎年本当に体かゆかゆになって辛いんですけれども、これでだいぶ助かっています。でなんかこう粉吹いてきたりとかね、そんな感じにもならないで済んでるし、このねお風呂を出る前、このまだもくもくとあったかい中で私はオイルをパーって塗って、で全身にパーっとクリームを塗るっていう感じでね、まあ、マッサージはそこまでできてないですけれども、しっかりと塗り込んでます。はい、ということで以上が私が最近使っているバスアイテムのご紹介でございました。この動画参考になったと思っていただければ、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。